皆さんこんにちは。こんにちは。福島から参りました武藤凛子と申します。赤の色が持つ強烈なアピール力、とってもなんか力強い感じがしています。まるで女たちの怒りの炎が国会を取り囲んでいるようです。福島原発事故の被災地と現状は同じです。ミサイルや機関銃はありませんが、ばらまかれた放射能によってじわじわと命と健康が脅かされます。原発事故前はなかった放射能のあるところへ大丈夫だから帰ってくれと言われます。動物たちや山の国も犠牲になります。心や暮らしや環境や人生が壊されていきます。国を挙げての安全プロパガンダが真実を見えなくさせます。怖いという本当のことを言う口が封じられます。逃げる者は裏切り者と言われ、残って抗う者は叩かれます。事故で職を失った被害者やホームレスの人々、自分が何とかしなければならないという使命感を利用された若者たちが被爆労働に駆り出されていきます。原発や兵器を作る企業は放射能の除染やポイント焼却場で再び意見を得、被害者はその餌食となります。事故を起こした者たちの責任は問われません。原発事故の被災地は戦場と同じです。福島を観察すればこの国の在り方がとてもよく見えてきます。私たち市民は国家の駒ではありません。私の命は私のものです。馬鹿にするなと声をやめましょう。殺すのは嫌だ、殺されるのは怖いよと泣きながら叫びましょう。私たち女性は戦争の差別も死も原発もいりません。飢えも暴力も兵器もいりません。欲しいのは一人一人が大切にされる、あらゆる命が尊ばれる世界です。何度でも赤く燃える炎となって国会を取り囲みましょう。日本中にこの炎を広げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。